はい、皆さん、お疲れ様です。バイカの夕方でございます。外はね、暗くなりました。はい、TS-188OER 最後ミッションオイルね、ちょっとまだ交換してませんので、これを今やってるところです。はい、これ交換してで OK ですね。はい、ミッションオイルは、まあ、ちょっとですね、まあ、古いのでいくらね、未使用とは言ってもね、はい、言うじゃないですか、エンジンオイルとか。まあ、仮に乗らなかったとしても、半年ぐらいに一回交換してください、みたいなね。まあ、未使用オイルなんてまた別ですけど、やっぱりね、そうすると、やっぱりね、製造からもう、2年は経ってますかね。2年は経ってないですか、2年近く。ね、2年近く経ってることを考えたら、まあ、交換して、はい。ね。で、おそらく鈴木純正が入ってるんじゃないかと思うんですよ。で、今回は、まあ、うちはいつもこのヤマハのね、ヤマハ純正。で、これ売ってるんで、普通に。はい。いろんなところで買えるじゃないですか。ホームセンターでも買える。もちろんアマゾンみたいなところでも買える。もちろん、パーツの通販サイトみたいなね、ああいうところでも買えますし。うん。で、鈴木とかになると、あんまりないですかね。あると思うんですけど、まあ、ちょっと間に合う。あと、エンジンオイルもね、鈴木純正の2ストホイールは売ってるんですけど、4ストホイールになっちゃうと、鈴木純正っていうのはなかなかね、売ってないようなイメージがあるんですけど、どうでしょうか。エクスターオイルですか？エクスターオイル。ね。友人のバイク屋は、エクスターオイルに何か付け足して、なんとかオイルだよね、なんつって言ってますけど、いや、違うんじゃないのつって、はい。そんな真面目に答えてもしょうがないですからね。いやー、つって。入れると気持ちいいのかね、なんて。わかんないですよね。はい、さあ、そんな感じでですね、ちょっとね、これ抜いて、はい。で、今日はですね、はい。そう、レーシング 125FI、ね、お客様1人見えました。奥様と2人乗りでオートバイでねお見えになって、でご主人はレーシング乗って、奥様はそのオートバイ乗ってね、いいですね。はい、そういえばね、前もね、キムコのスクーターのお客様は、はい、そう、最初2台できてね、で1台はちょっと整備するのにお預かりして、でそのもう1台のスズキのオートバイでね、スクーターで奥様2人乗りで帰られて、でまた「あ、できましたよ、あ、分かりました」って、2人乗りで来て、でまた乗って帰られた。いいですよね、いいですよね。ね、2人乗りか、2人乗りはするかもしれないけど、別々に乗ることはないな、うん、別々には乗らないですかね。まあ、うちも昔はね、相方乗ってましたけどね、今は乗らないですね。危ないからっつってね、うん、危ないからっていうことは、やっぱりそういう、なんていうんですかね、自分自身の運転ね、という。いろんなのあるじゃないですか。例えば、まあ、いい意味での自信。ね。悪い意味での自信はいらないですけど、はい。自信過剰みたいな感じで、わーっつって言っちゃうんでね、危ないですから。うん、まあ、ある意味、こう、分かっているっていう、あれだと思うんですけどね。やっぱりね、危ない、危ない、確かに危ないですから、というか、乗り物的に危ないというよりも、ね、自分のそういう自信、運転するね。そういうのを考えると、ね、やっぱりこうやめておくっていうのは賢いのかなと思いますよね。で、あとあれですね、よくわかりました。そっか、
チューズかけばさ。BMW ね。はい。R1250RS。今程度がいい。あれはちょっとね、せいでありました。で、下取り車が入ります。下取り車は BM ですけど、はい、エンジン一緒なんですよ。今あの他に2台出してるじゃないですか。エンジン一緒なんですよ。ちょっとね、なんかエンジン一緒なのが揃うっていうのも面白いですよね。はい、でどっちかっていうとあの GS 系のエンジンですね。S とかのあのベルトドライブじゃなくて GS 系のチェーンドライブタイプのバイクでございます。パニアケースとかね、あのご自身でご用意された純正 の, あのスポーツパニアってですね、あれもスペインのシャッド製なんですよ。あのターセリー S のターセリー S に標準で付いてるボックスあるじゃないですか。それと同じメーカーですね。はい、と BMW はね、そのスペインのシャッドっていうところでね結構作ってるんですよね。でまあキムコもね同じそういうところでね、でいろいろつながりがあって面白いですよね。で日本だとそのシャッドのケースを扱ってるのはカスタムジャパンっていうね会社がやってるんですけど、面白い。じゃあ BMW とカスタムジャパンがつながってるのかっていうとね、どうかわかんないですね。であとはちょっとタンセリーですね、アイドルアップしない、最初のところでアイドルアップしないんで別のお客様なんですよ。でもうちタンセリーそんなに販売はしてないんですけど、中古2台に新車1台しか販売させていただいたことないですけど、最初に販売した中古のね、あれはなんかもう今は調子いいですよっておっしゃったんで全然の問題もないんですけど、うん、まあある意味多分、まあ、ちょっとしたことなんでしょうけどね、マイナーなね、そういったトラブルが、もちろん保証修理ですけどね、これが保証修理ってやつです。で今ちょっとねいろいろとセンサーを見たんですが、やっぱり数値的には正常なんですよね。温度センサーっていうんですか、うん、エンジンテンプラチャーなんとかセンサー ETS って言うんですか、そう、それはね正常、冷えたら基準値内なのでね、基準値まで今行ってないですか、ギリギリ行ってないぐらいか、でもあの僕も誤差なので多分それぐらいじゃ関係ないと思うんですけども、でも一応伝え言っといた方がいいかな、伝えて、うん、それで、で他にもセンサー類あるんですよ。で例えばね、これが、ターセリー S、 あのピープレスって書いてありますけど、これが本当の名前ヨーロッパ向けの名前がピープルなんです。で日本仕様だけはターセリーっていう確か名前なんですよね。でまあこれサービスマニュアルの60ページと61ページなんですけど、まあ、ここにセンサーがありますよっていうね、全部11個ですか、はい、なんとか、あセンサーじゃないのもありますね、フューエルポンプとか、まあ、重要なそのインジェクションシステムのね、あれが書いてあるわけですよ。でここにこれはこれです、これはあれですってね。それで、まあ、ここにね、スタンダードチャージングボルテージオブバッテリーとか 13.5V とか 14.5V、ね、この基準、この範囲に入っているっていうのはが、まあ、基準ですよね。あとボルテージフロム GECU to センサー5プラスマイナス 0.1V とか書いてあるんですよ。でエンジン、ですね、エンジンテンプラチャーセンサーレジスタンスっていうのがあるんですけど、抵抗値測るとね、25度の時に 11.15kΩ プラスマイナス 7.45% だから 7% ってことは 11点、あでも 7% だから 10点いくつだったらもう大丈夫ですよね、入ってますよね基準値内にね。25度っていうことなんでね、これがもっと下がればもっとこれも上がるんですよ、ね、で温まってるとき85度とかあるときは、2kΩとかそれぐらいしかないですかね、 1. 何 kΩ とかね、はい、
要はみんなセンサーでそういう抵抗値とかを見て、でそれによってそこから ECU が判断して最適なものをやるというのが今のねオートバイじゃないですか。はい、なんで例えばですね、まあ、これはアナクロなアナログ的な昔のねオートバイなんで、そういうセンサー類っていうのは基本的にはついてないですね。ツーストだったらあれが出てるじゃないですか。燃料あのオイルタンクにセンサーで、オイルタンクが減ってくるとのオイルが減るとメーターのところのねオイルランプがつきたりするじゃないですか。それもついてないですからね。いわゆるセンサーっていうのは特にないですよね。これね、なんかありますかね、センサーってないんじゃないかな。情けですけど、で今のオートバイってセンサーがついてるじゃないですか。で、まあ、こと細かくいろんなセンサーで、エンジンの状態を判断してそれ最適な燃料噴射するなりやりなんだりってやってるじゃないですか。で基本的になんかエンジンチェックランプがついたりした場合ね、何がいけないのかなってそれを見るのがああいうテスターを取り付けてこう見るじゃないですか。見ますよね。でそうするとあ何がいけないとか、もしくはつなげなくてもその点滅回数でね、まあ、独自の各メーカー、昔はそういう各メーカー独自のやり方で、何回点滅するかとか、それで何がいけないんだって分かるようになってるんですけど、もう今は、OBD2 っていう世界基準っていう形になってきてるので、それを見てつないでやる感じになってると思うんですけど、でそういうテスターが例えばないとか、そういった時はこう各センサーですよね、センサー類の基準の抵抗値を測る、外しコネクター抜いてカプラーを外して、それでテスターでね抵抗値測っていくっていうアナログ的やり方としてはアナログ的なやり方ですけど、でも結局その中で基準値が明らかにおかしいっていうのがあれば、あこれがダメなんだなっていうことで判断がつくようになってるんですよね。だからああいうダイアグノーシステテスターがなかったとしても調べることはできるんですよ、アナログ的なね、うん、でこういうそういうのをなんか一級小型自動車整備士っていうのはそんなのばっかやるみたいですそういうことばっかやるみたいです。何がいけないのかっていうのをどうやって調べるかっていう、はい、そういう試験ばっかみたいですね。もうまあこういう世界なんでね。もちろんバイクじゃなくて車ですけどね。一級はなんかまあそれしかないですよね。小型自動車整備士っていうのしかないらしくて、そうですね。小型自動車整備士か。あ、そうですね。それしかないんですよね。ガソリンとかそういうふうに分かれてるんじゃなくて、一級の場合は確か。小型自動車整備士ですよね。で二輪せ一級二輪整備士ってないんですよ、あのカテゴリーないので、まあ、今一番、なんていうんですか、表現的に難しいですね、上の部分、上っていうんですか、一番上の、整備士の資格っていうのが一級 の、 その小型自動車整備士っていうんですかね。合格率低いらしいですよ低いって言ってましたよ。まあ、わかんないって言ってました、なかなか。はい。で、過去問は通用しないらしいので、毎回違う、大体もう違うパターン出てくるらしいんで、そうすると本当に分かってないと、受からないっていう。覚えるだけじゃできないっていう試験らしいです、ね。受かってる人の話だとね。ね、計算ね、はい。受かってる。テクニカルスクールにいるんですよ。でも、計算も、定年で、あれだって言ってましたけどね。残念ですね。さあ、そんな感じであれなんですが、何の話でしたかね。なんか私今ね、ふとね、あ、そうだ、あれは、どうのこうのって話をね、今しようと思ったんですよ。でも、なんか、他の話をしてる間に、すべて飛んでしまったような気がしますね。あれですよ。そう、ドカティ。うん。まあ、ドカティに限らずですよ。ドカティに限らず、まあ、海外のメーカーの、オートバイあるじゃないですか。で、サービスっていうのを作るじゃないですか。エンジン、まあ、例えばオイル交換、オイルチェンジとか、なんとかサービスとかね、ついたりするんですよ。で、それを消せないわけですよ。普通のバイク屋さんじゃ。うん。消せるのは、ディーラーだけ。ディーラーのあるテスター。で、なんかドカティは、それで、本社とオンラインでつながっててオイル交換するとその本社にデータが行ってうんたらかんたらとかそういう話を
なんか聞いたことがあるんですけど、だから古いドカティはそんなのついてないんですけど、新しいドカ、なんかスクランブラーとかついてるんですか、うん、でそのオイルチェンジっていうのがついて、なんか点滅するんですか、なんでわかんないですけど、つくらしいんですよね。でそれを消すことができるのはディーラーにあるそのテスターだけだと。もしくは他にはなんかやっぱりダイアグノシスツールでなんかちょっと高いやつ、いろいろ見られるやつだとできたりする らしいらしい。でそういうのっていうのは難しいですよね。なぜかというと結局ディーラーにしか持っていけない、ね、ディーラーで必ず交換してくださいっていうのはいかがなものかとも思うんですよ、うん、なぜかといったらみんながみんなディーラーで整備できるとは限らないじゃないですか。いやドカティのディーラー、まあ、例えばですよ、例えばドカティのディーラーが全国に3000店舗とか4000店舗でもあると、で近く行けばどこにでもあるんだと、そういうならいいですけど、そうじゃない、現実はそうじゃないじゃないですか、ね、近くにない、うん、で県にね1個下手すりゃ1個、いやうちの県には1個もないっていうこともあるじゃないですか。でそういった時にね、じゃあそういったところのお客様は乗らないで結構ですっていうんじゃあまりにも傲慢ですしね、どっかの H 社みたいになっちゃうじゃないですか。それはちょっとまずいですよね。やっぱり販売する以上はね、欲しいという人の全ての方にやっぱり手に届くようにねするのがいいと思いますしね。でさらにだから誰でも整備できるようなあれじゃなきゃまずいんじゃないかなと思うんですよ。そういう特にオイル交換とか複雑な作業に関してはね、まあ、それはちょっと専門のメカニックのいる、あれでお願いしますということでいい、まあ、しょうがないと思うんですけど、例えばエンジンオイル変えるとかね、エアフィルター交換するとか、ブレーキフルード変えるとか、ラジエータークーラント変えるとか、そういういわゆる油種類的なもの、消耗品関係ですよね、プラスパークプラグとか、そういうのを結局ディーラーでしか交換できませんというような風にしてしまうとね、ちょっと問題があるんじゃないかなと私は思うんですよ。これ私が思うだけで、別にお客様がねどう思うかは別なんで、普通にいや別に全然ディーラーでやるからいいですっていうのはいいと思うんですよ。で別についてても乗れるわけですよ。オイルチェンジっていうのがね、で交換しても交換してんのにオイルチェンジっていうのついてたら嫌じゃないですか、気分的にメーターにずっと表示されてるわけですから。そういったものっていうのはなんかねちょっと結局自分のところで全てねこうやろうというね、商売他のところには持ってかせないみたいな、そういうのがあってね、こうそういうのを感じるんですよ。で別にいいじゃないですか、どこでやったってオイル交換を。例えばシェルのねアドバンスウルトラ4でしたっけ、高いやつ、あれしか入れちゃいけないんだと。まあそれならそれでそうやって指定すればいいです。他の入れてオイル入れたら壊れます、で、全て一切責任を持ちませんと。もし それがそうならそう書けばいいじゃないですか、うん、だけどもしねシェルのアドバンスウルトラ4しか O 以外のエンジンオイルを入れて壊れるようなエンジンじゃね、それこそ変な話なんですよ。だって全て世界にそれが手に入るのかっつったら分かんないじゃないですかね。で一度販売した以上は、やっぱりねその新車の保証期間、例えばね2年が終わったらもうドカティとかね、まあ、ドカティじゃなくてもいいんですけど、そのメーカーは責任一切持ちませんっていうわけじゃないですよね。やっぱり販売した以上は責任を持つっていうのはメーカーですよね。で少なくともですよ、部品の在庫は何年間は在庫しておくと、販売終了からね、製造終了から、まあ、5年間、まあ、6年間ですか、それぐらいのあれは置いとかなきゃいけないわけですよ、やっぱ販売した以上はね、うん、世に出した以上だから、それはやっぱり責任なんでね、うん、でやっぱりそういった中でどういった乗り方されるか分かんないですよね、中古車っていうのはね。でディーラーのね、要はメーカーの手目の届かないところに行くかもしれないじゃないですか、よく言われるんですよ。うちいややっぱりちょっとつって整備のと販売店のないところに行っちゃうと困りますんでとかね。すいませんね。だからね、だからほら個人で別に本来はオートバイにしても車にしても整備って自分でやるもんなんですよ、乗る人がやるんですよ。ですよね、違いますか。運転者の責任、使用者の責任なんですよ。だけどできないからそれを任せるわけでしょ。でも初めからできなくしちゃってね、
やんないでください、みんなこっちに持ってきてくださいっていうのはちょっとそれはおかしいんじゃないかなと私は思うんですが、もしかするといや正しいことなのかもしれないからあんまり変なことは言うのはやめましょうね。ディーラーの人から見たらね、メーカーの人ね、なんとか松戸とかありますけど、あのとんでもねえって思ってるかもしれないですけど、何言ってんのこいつはって言われるかもしれないですからね、店長何度かねお会いしてるんで顔は知ってますけどね、でテレビ出てたりしますね、あの方はね。なんで、やっぱり消せるようにする、うん、だ簡単には消せない、だその手順を踏んでね、こうしてこうやってやると消えるとかね、やっぱりせめてそういうふうにするべきなんじゃないかなって思うんですよね。なんか納得いかない部分がありますよね。あとメンテナンスリマインダーもそうですよね。メンテナンスリマインダーっていうのが点灯するじゃないですか。で結局、消せないと簡単にね。でそうなっちゃうと、で整備したとしてもあのメンテナンスリマインダーの、ね、そのサービスって消えないわけですよ。でディーラーでやんなきゃダメだって話になってくる。それもやっぱおかしいなと思うんですよ、うん、だって乗ってる本人がやればいいわけでしょ、整備って本来は、ね、12ヶ月点検も24ヶ月点検も乗ってる本人はできるんですよ。日本の法律ですからね、これね、日本の法律の話ですけどね。でもこれ海外行ったらアメリカとか自分で整備するのが当たり前なんじゃないですか、基本的には。どうなんですかね、車検とかないですよね。そしたら基本的には自分でやる、でも自分でできないからね、そういう整備工場に持っていくっていうことなんじゃないんですかね、うん、それでその持っていく整備工場がいわゆるそのメーカー兼ディーラーしかないっていうのも変な話ですよね、うん、でそれをみんなやろうとしてるわけですよ、どこのメーカー、今はね H 社にしても、K 社にしてもね、うん、やがてはそうなっていくんだろうな。で複雑でね、テスターがなきゃいけない、やれ何とかがなきゃいけない、そういった特殊なものがありますので、必ずディーラーに持ってきてくださいと、何々店にお持ちくださいっていうようなことになると思うんですよね、うん、まあ、ある程度は仕方がないことなんですけど、ただねそういう難しい部分は別として、そういうね単純な、まあ確かにオイル交換もね、あの中にはねっていうのあるんですよ、ご自分でやられてね、で入ってない、いや交換しました、いや入ってないとかね、あるんですよ。だから一概にね、あのオイル交換一つでも誰でもできるとは言い切れない部分はあります、うん、それはあるんですけど、ただやっぱりね、ある程度のスキルがあってね、できるね、普通自分の乗ってるものだから自分でやるね、やっぱりそれはいいことじゃないですか。ちょっと愛着持てますしね、やっぱ愛車って言いますけどね、うん、やっぱり自分のものはできることは自分でやるっていうね、やっぱりそういった行為がね、やらない人はもちろんいいんですけど、うん、それもそれでいいんですよ、自由なのでね、うん、でもやりたい人もいるじゃないですか。そういった方がねやってね、でそれ消せないとかね、うん、それっていうのはちょっとなと思うんですよね、はい、そんなことをですね、なんかオイルチェンジとかなんとかサービスとか、ああいうのをですね消せないみたいなのをね聞くとね、なんだよって思うんですよね。キムコのオイルチェンジの電話、あれは今消せますからね、あれ普通に消えるようになってますから、メンテナンスリマインダーっていうのありますよね。 KTM のは消せるんですよ、デュークとかね、あの125、200、250とかああいうやつ、あれはこう手順踏めばね消えになってるんですよね、リセットできるんですよ。だからそういったものの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあそれはメーカーやることなんで、うちの作るバイクにケチつけてんじゃねえよって言われてそれまでですけど、どういうの作ろうがうちの勝手だろう確かに D 社だしD 社のバイク好きな人多いですよね。私だって好きですもん、個人的には、うん、ね、好きですよ。ヘルメットだって D 社のヘルメットですから、え違うだろって、いやいや D 社、そうな、見てくださいよ、ほら D 社、後ろもほら D 社ね、 D 社入ってますね、 D 社ですよね、これ D 社のヘルメットですよね、違いましたっけ違ったような気がする、いやー分かんないな、はい、そんな感じですね。私は整備をね自分でやりたいって人ねやっぱりいいと思うんですよ。バイク屋のくせに、ね、自分のところ持ってこなくなっちゃうよ、いやできる人は自分でやっていただいた方がいいんですよ、うん、でできない方はねやっぱりそれは持ってきてくださいね、持ち屋だからって言って持ってきていただければ結構なんですよ、うん、で
自分でやりたい人のあれも取り上げてね、うちに持ってこいっていうようなやり方はやっぱりなんかおかしいなと思うんですよ。それが私の考え方でございます。今のね、現状の、もしかしたら変わるかもしれないですね。あんなこと昔は言ったくせによ、今じゃよ、なんかもう、うちじゃなきゃできませんからみたいなこと言ってんだよなんてね、なりかねない、ね、だから登録、例えば登録とかね、そういったのも自分でやりたいといえばやっぱりやっていただいて結構と思うんですよ。だって本来は所有者がやるもんですから。違いますかね。ディーラーはとかね、絶対やらせないですよね。あれは不思議にならないんですよね。法律上どうなんですか。でそこは利益だからね。あ、儲けたい、そんな感じで結論となりました。結論は儲けたい。店長さちゃんとよろしくお願いします。私も儲けたい。